大晦日の第72回 NHK 紅白歌合戦、後7時半のリハーサルが28日、東京、千代田区の東京国際フォーラムで始まった。今年は東京、渋谷の NHK ホールが工事中のため、49年ぶりに別会場で開催され、2年ぶりの有観客となる。2023年での解散を発表した初出場の女性6人組ニッシュは11月の出場者発表会見と同様に、本番前の掛け声である放送禁止用語を連発した。突然エンジンを組み、せーの、チレエポ、と絶叫して話題をかっさらった11月の出場者発表会見に続き、またもやビッシュが爪痕を残した。この日も報道陣からチレエポの掛け声を求められたのを感じ取ったのか、メンバーの千と千尋、チッチ。が今、行っても大丈夫ですか、と NHK スタッフを横目でチラリ。関係者が大慌てで首を横に振り静止しようとしたのもスルーし、掛け声のチレエポはやっぱり私たちにとって欠かせないもの。でも、ちょっとギリギリセーフだったかな。チレエポはいつものルーチンとして見てほしいと申し訳なさそうにしつつも宣言。本番はご迷惑をおかけしない程度に最大のチレエポをさせていただきたいと、舞台袖でサイレント掛け声を行うことを誓った。今月24日には配信ライブで、2023年に解散すると電撃発表し、さらに世間を驚かせた。チッチはずっと前から、発表する日も決まっていたと、紅白初出場が叶ったことでの解散でないことを強調。解散日など詳細な情報は出していないが解散まではまだ時間が長い。楽しみにしていてくださいと話した。発表会見でのチレエポ、シャウトの反響は凄まじかったようで、チッチは各所でその話題は出ていました。すっかり今年の紅白の台風の目となっているが、爪痕を残すというよりは、ありのままの姿を見てもらいたいと真剣に意気込んだ。支えてくれるファンに対しては、清掃員、ファンの人たちも一緒に願ってくれていたこと。ビッシュらしく気負わずに、自分たちのありのままを出せるステージにできたらいいなと思ってます。大晦日の本番も、ビッシュがお茶の間をかき乱す存在になりそうだ。